Thank you.
昭和51年国交線の渦に巻き込まれたその後の国ファンは強い要望で再来日この曲で再デビューを果たしました過ちはもう二度と繰り返さない償い一人占め。
ちょうどいいところにこの一人占めが来たって。ちょっと考えてます。ちょうどいいところに瀬戸りを待ってたんですね、この一人占め。
セットリスト待ってたんで、これをちょっと言いたいと思って言っちゃいました、すいません。たまに苦情が出るメンバー障害でございます。今日は苦情ないみたいな。ないですか？大丈夫ですか？大丈夫だとお客様からいただきましたので。じゃあ優しい皆さん、おじさま方に見守られて、クレッセント隊の方、7ヶ月年に突入、私が参加して7ヶ月年に突入しまして、ですね、一応入った当初ブルーメモリー、ブルーメモリーでよろしいですか？ミエコさんとね、はい、ミエコさんと一緒に歌ってたんですね。ミエコさん健康センターで健康センターで一緒に、はい、まだ駆け出しのペンペンの頃、あ、今もペンペンですよ。はい、まだ全然歌いの方を覚えていなかった頃に、ミエコさんと一緒に歌わせていただいておりました。すごい、うまい方で、もう焼けもすごい上手な方だったと思いますね。もっともっと心強かったのを覚えています。で、独り立ちがここのマリンなんですね。一番最初6月にここで歌ったのを覚えています。で、この令和最後、またね、マリンまで迎えられましたこと、とっても嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。年賀状とかね、大掃除とか、めんどくさいのがいろいろある年末の最後ではございますが、そんなことは忘れて、はい、昭和の世界にいざなえたら嬉しいです。はい、では次の歌をいきましょう。時は遡り、昭和27年5月、平和条約が交わされ、戦後混乱期に生まれたこの名曲は、なんとリメイクされ、今も歌い継がれています。美空ひばりさんの曲で、リンゴ追います
Yo.
先生のように珍しいよね。珍しい。踊れるって言ってくださって、とても、はい。皆さんと一緒に舞台踊ったりできて、とても嬉しかったです。ありがとうございます。石川さゆりさんの曲を聴いていただきます。愛と憎しみの思い出、闇の淵をふらふらと歩くのは、ただ愛しい人をつなぎ止める、女の願いは叶いますか。天城越え、上限もたっぷり、毎
この流れからわざわざいらっしゃいますでしょうか。ね、はい、この流れからわざわざさっき思ってたのを作ってあげたの今回忘れてる。次も石川の津軽海峡お願いします。帰って来られますように。松村和子さんで。